バトルギア3兄弟、バトルギア3は2002年11月に台頭より発売されたアーケードレースゲームである。バトルギアシリーズ第3作目、前作サイドバイサイドシリーズから数えると5作目となる。2003年12月にはコースと車を追加したバトルギア3チューンドが発売され、同月25日には3がプレイステーション2に チューンの曲一部のコース、車を追加し移植された。基本的なゲーム内容は、前作、バトルギア2の継承だが、使用基盤は、ナムコ製のプレイステーション2互換基盤、システム246となり、前作からグラフィックが、大幅に進化。今作から、ネットワークエントリーシステムジーズが導入され、専用サーバに、車のデータを1台保管するための、 イグニッションキー型デバイスであるネットエントリーキーが登場。タイムアタックモードでは全国のプレイヤーのゴーストと競い合えるようになり、特定のコースや車でタイムアタックを行うイベントレースも追加された。本作からゲーム開発に外部会社が携わるようになり、BGM は有限会社サウンドウェーブが担当、プログラム開発等にネクステックが参加している。 オープニングは3とチューンドで内容がそれぞれ異なる。バトルギア3の筐体は1台で2人対戦できるツインタイプのみ。筐体中央にはネットエントリーキーを購入するキーベンダーが配置されている。キーの形状は4種類で、カラーは基本的に黒のみ。キーの通常設定価格は500円。コクピット部分は前後スライドが可能なシート。 ステアリング、アクセルとブレーキペダル、サイドブレーキ、シーケンシャルタイプのシフトノブ、ボタンは3つで、スタート、視点切り替え、ハザードがあり、実写さながらのキー差し込み口で構成されている。コインを投入後、スタートボタンを押すかキーを差し込み口に挿入しひねると、ゲームがスタートする。すぐに、対戦受付画面に推移するが、 この際にハザードボタンを押しながらスタートするとキャンセルでき、一人専用プレイとなる。ネットエントリーキーを使用すれば、ニージーズを通じて登録した車両の外見カスタマイズをしたり、全国のプレイヤーとタイムを競い合ったり、専用ウェブサイト、BG3 ガレージが利用できたが、続編となる、バトルギア4チューンドが2005年6月に稼働したこともあり、 同年12月26日の午前6時をもって BG3 のオンラインサービスが終了。ガレージも2006年1月31日午前6時に閉鎖された。これに伴い全国での稼働店舗数は急速に減少。オフライン状態で継続稼働している店舗はごくわずかになっている。BG3 ガレージ使用料金は無料だが利用できる機能は ネットランキングの閲覧程度と大幅に制限されていた。マイガレージ月額300円の利用料金を支払い、BG3 ガレージにマイガレージを開設すれば、蒸気の機能に加え、車の外観変更、タイムアタックモードのデータ分析やチーム作成等のサービスが利用できた。一つのマイガレージでネットエントリーキーを最大64個登録でき、 専用のステッカーエディタで作成した16色 PNG 画像を車に貼り付けたりチームステッカーとしても使用できた。特にチーム機能やチームメンバー3名以上で参加できたチームランキングは好評を博し2004年3月時点での全国のチーム結成数は1万を突破するほどであった。本システムで特筆すべき点は外観の改造のみに止まる点であり、 エンジンやタイヤの調整などはなく、空力パーツを変更しても、車両の性能は一切変化しないものであった。当時のタレースゲームを見ると、車両の速さを改造するシステムが浸透していただけに、賛否両論の評価であった。アーケード版3で登場する車は、全57車種で、PS2 版、3で4車種、チューン度で、 さらに10車種が追加され全71車種となった。前作までは全車で外見上のチューニングが施されていたが、今作からはチューンの車を除くほぼ全車でメーカー純正仕様を再現したものとなった。ちなみに中には車体色、ホイールなどドレスアップパーツやエアロパーツ設定やパワーステアリング機能のない車種もある。以下の表では3の タイムリリースで選択可能となった S クラス外の車種には印 PS2 版3で追加され中運動では初期選択できる車種はの任中運動で初期選択できる追加車種には印中運動で2004年3月3日以降使用可能となった車種にはの任を付したただし筐体によってはアップデート未対応で印や印の車種が 使えない筐体もあるので注意が必要である。超高性能スーパークラス。アーケード版3では2003年2月7日にタイムリリースされたが、筐体設定により選択可能の ON オフが可能。PS2 版3では、バトルギアモードを攻略していかなければ使用できない。チューンドでは、初期から全車が選択可能。頭文字 D。 ワンガンミッドナイトを彷彿とさせるチューニングカーが多くメーカーから実際に発売された特別使用車もある高性能パワークラス270馬力以上の車が対象巡航性能クラス200から255馬力の車が対象標準性能クラスバトルギア3初心者向けのクラスで130から175馬力の車が対象 低出力車クラス。バトルギア3初心者向けではあるが、あまりにもスピードが出ないため爽快感はなくなってしまう。85から115馬力の車が対象。アーケード版3の稼働初期はビッツのみだったが、タイムリリースや PS2 版で車種が追加され、計6車種となった。このうち、フィットとコルトのトランスミッションは CVT となり、コルトのみ MT が、 選択負荷となっている。コンピューターカーと対戦できるモード。車の出走数はコースにより異なり、原則的に上級までは6台、または5台、超上級以降は4台となる。難易度は1から5まであり、コース選択画面で、ハザードボタンを押すと1から4まで、ハザードボタンを、オーイエイという音声が鳴るまで長押しすると5に変更可能。エントリーキー使用時は、 難易度1からのスタートとなり、1位になるとそのコースの難易度を上げることができ、クリアした難易度に応じて称号が入手できた。ワンメイクレースノーマルレースのワンメイク版で、全、コンピューターカーがプレイヤーと同じ車となる。一人プレイ専用で、ノーマルモードにカーソルを合わせながら、視点切り替えボタンを押すと選択可能。 全国、もしくは筐体内に保存されたプレイヤーのゴースト車と同時に走行し、タイムを競い合うモード。一人プレイ専用。ただし、ネットワークに未接続、エントリーキー未使用の場合は、最後に完走したプレイヤーのゴースト車との対戦になる。オンライン化同時は、エントリーキーを使うことで、ネットランキングに自動参加でき、全国最速、地域最速。 同車種最速等様々な条件でゴースト車を選択することができた。匠モード壁に衝突せずにいかに速く走れるかを競うモード。一人プレイ専用でタイムアタックモードに合わせながら視点切り替えボタンを押すと選択可能。わずかでも壁に接触したり、コースアウトすると壁に衝突した回数、壁に接触、コースアウトしていた時間、壁の衝突や、 コースアウトで減速した速度から算出される。ペナルティータイムが乾燥タイムに加算される。タイムアタックモードでは、ゴースト車と逆の左右いずれかのスタート位置になるのに、対し、匠モードでは、ゴースト車と同じ中央の位置からスタートする。最大4人まで、対戦可能なマルチプレイ専用モード。レースモードは一人プレイのノーマルレースと同様に、コンピューターカーを含めた、 最大6台での対戦となる。後続者のブーストもあり。バトルモードでは、プレイヤー者のみとなり、レースモード時にかかる後続者のブーストもかからないため、実力と、テクニックが要求される。不定期に開催されていたモード。基本的には、タイムアタックもしくは、匠モードだが、参加者種に条件が設けられており、その条件に合致する、エントリー系でのみ選択できた。 一本のネットエントリーキーにつき一度だけ参加でき、その時の記録でランキングが行われる。当然ながら失敗した、際の再挑戦は不可能であった。2005年12月1日から12月15日間に開催されたイベントを最後に終了したが、イベントレースの詳細や結果は2017年、現在もバトルギア3公式サイトに掲載されている。アーケード版。 3と同様のノーマルレース及びワンメイクレース画面分割による二人対戦の VS レースが選択可能。車種選択はアーケード版同様のメーカーごとかマイガレージから選択可能だが S クラスの車種は下記のバトルギアモードで入手していなければ選択できない。マイガレージアーケード版と同様の車の外観変更や PA のタイム記録が確認できる。バトルギアプレイヤーがクラスごとに事前決定した車で各クラスのライバルカーと複数のコースで1対1で対戦する PS2 班のメインモード。ライバルカーに勝利すると全モードで使える車やドレスアップパーツが増えていく。PS2 班での S クラスの車種はこのモードで 当該車種に勝利しなければ使用することはできない。そのクラスを勝ち越すと、コンプリート、全勝すると、パーフェクトとなり、パーフェクトでさらに車が入手できる。全、クラスコンプリートかパーフェクトで、中級 B、全車、全パーツ入手で、テストが出現する。タイムアタックアーケード版、3と同様のタイムアタックモード。前作の PS2 版と同様。 モデムを介したゴーストデータのアップダウンロードサービスも行われていた。イベントレースアーケード版3と同様に不定期に開催されていた特殊条件下によるタイムアタックを行うモード。開催期間はアーケード版のそれとは別に行われ2004年7月17日、18日に開催されたイベントを最後に終了したが、イベントレースの詳細や結果は 2017年、現在もバトルギア3公式サイトに掲載されている。アーケード版3で登場するコースは、全7コースで PS 2、PS2 版3で、中級 B、テストの2コースが隠しコースとして追加。チューンドでは稼働当初から3コースが追加、その後のオンラインアップデートでさらに3コースが追加され、全13コースとなった。PS2 版、 3で追加されたコースには印、るし、中運度で追加されたコースには印、るし、中運度のアップデートで追加されたコースにはの2を付した。ただし、筐体によっては、アップデート未対応で、両方とも全10コースであったり、片方だけ全13コースで稼働している筐体もあるので注意が必要である。括弧内にモデルになったと思われる場所を記載。無印。 3での工場出荷設定では1プレイ200円設定だったが、チューンでは1プレイ100円が標準設定になった。本作を最後に家庭用移植版は発売されていない。2015年4月1日以降の原社名はバンダイナムコエンターテインメント。2005年以降の社名はネクスエンターテインメント。2016年7月29日に解散した。 これらの車のナンバープレートにはそれぞれ、ゲーム、オーバーと刻印されており、この注釈もその順番で表記。3では、初級コースで白のスープラ・ RZ と青の、スカイライン GT ・ RV ・スペシアイ、中級コースで RX-7 タイプ RS と、NSX タイプ S、超上級コースで恋のインプレッサプロドライブスタイルと、 木のランサーエボリューション 7GSR の3パターン、チューンドでは、中級 B コースで、木のランサーエボリューション。A と GSR と白の、インプレッサスペック C リミテッド、ド級 B コースで銀のフェアレディ Z バージョン ST と、赤の RX-8 タイプ S の2パターンが、存在する。イベント等で、別の色のキーが配布されていた。筐体中央に、 キー購入専用のコイン投入口が存在し、そこに効果を投入し、キーを購入できた。店によっては値下げされている場合もあった。3ではキーをひねらずスタートすると、必ず対戦者募集画面に変わるため、他の席でリプレイを干渉している人を配慮する必要があった。チューンドでは、リプレイ時は、画面上部に対戦者募集バーが出るようになり、 それ以外は対戦者募集画面になるよう改善された。マイガレージ新規取得から7日間は無料で利用でき、以降はウェブマネー、またはネットキャッシュから支払う携帯だった。S クラス等の一部、チューンドを車を除く。走行距離に応じて、ドレスアップパーツや、ボディカラーが追加されていくシステムで、あくまで外観を変えるだけであったため、性能のアップといったいわゆる、 チューニングは、不可能だった。速さ、勢力、活動力、統制力、団結力の5要素で、チーム総合ポイントが算出され、順位が決まるシステムだった。http://www.battlegar.net/.archives/.bg3/.tunebook/. 遊びれ4。html ガレージ7メーカー系。 チューニング会社のエアロパーツや、アフターマーケット製ホイールの装着、車高のローダウン、ステッカーの装着。h t t p w w w b a t t l e g a r n e t a r c h i v e ュ b g 3ページ f a q t u n e ド h t m l チューンド0 8 a b オンライン稼働当時、ニージーズ未接続の筐体は、 アップデート対象外だったため、http://game.watch.impress.co.jp://docs/20030207/.bg3.htmhat 等文字 d を思わせる車両では、ナンバープレートやドライバーのシルエットも異なり、いずれも頭文字 D での該当者に登場している、人物のパロディとなっている。例として、 ツインターボ仕様の黄色い FD3S のナンバー表記はクスクでツンツン頭のドライバーが乗っているとアーケード版3では実際の WRC 参戦車のマルボロカラーを模したカラーリングだったが PS2 版3でランサーエボリューション 6TME 風のデザインへ変更されチューンドでもそれが使用された社名には 180SX とあるが実際は 頭文字 D に登場したシルエーティそのものである。ABCDE2 代目、インプレッサのゲーム上の形式表記はいずれも GDBE 表記だが、今作では複数の2代目インプレッサが登場するため、便宜上あたりページではアプライドを含めた形式で表記する。内装はタイプラスペック C の流用で、専用内装の実写とは異なる。フィットは、 スポーツシフト機構を搭載しているため、MT を選択すると通常通り手動でシフトを変えられる。難易度1から4の場合は56級から、レンシまであり、星5の場合はホークから、レジェンダリーエンペラーまである。難易度51コースでもクリアすると、難易度4までの称号に戻ることはできない。タイムアタック中にスタートボタンを押すと、ゴーストカー表示の ON オフができ、 完全に一台で走ることも可能。h t t p コロンスス、ねまあ、ララッッシシュ e v e n ト b a t t l e g a r n e t スラッシュ http://www.battlegar.net スラッシュアーカイブズスラッシュ bg3 スラッシュ c o n s スラッシュイベントリザルト html 全体的な形状は立体交差のない鈴鹿サーキットで ホームストレートは、筑波サーキットに似ている。PS2 版、3では、テストとのみ表記。アーケード版、チューンドではアップデートで追加された。0から5がそれぞれ初級ちょうど級で、6が超初級。数字祭りに、R がつけば、逆走、B がつけば、B コースを意味する。あとの A 単語は、車のクラスを指している。AE85 は、 レブリミットが 6000rpm だが、ロード画面では AE86 に使われる 7700rpm がリミットのメーターである。また、車体色も AE85 として使用できない色である。厳密には、家庭用バトルギアにの地点でも存在が確認されており、各し車種の R32GT、R スペシャルを選択時にカラー変更次第で、 ワンガンミッドナイトに登場する車種をほぼ再現させることができる。ありがとうございます。